漢字ネタの海の親、おっちでーす。いや、動画撮影楽しいね。僕は今ですね、上半身裸でございます。どうしてこうなったのかはわかりませんが、僕は今ねこうやって上半身裸という状況に置かれておりますので、まあ、この感じでね、可愛いぬいぐるみが、ここに2匹おりますね。左手にミクちゃん、そして右手にラムちゃんですね。で、こちらがね、初音ミクのミクちゃん。で、うるせえ奴らのラムちゃんですね。まあ、この2匹をですね、こう取ってしまうと、私の乳首、丸見えになってしまいます。私の乳首が丸見えになってしまうということは、YouTube でバンされます。まあ、バンというのは、アカウントが削除されてしまうということになります。最近 YouTube の規制ってとても厳しくなっていて、まあ、女性だったらもちろんですけど、男性の乳首もですね、これまたこうお披露目してしまうことによって、それが性的なコンテンツとして対象になってしまいますので、ですから僕がこうやってこの今持っているぬいぐるみの2匹をですね、こう開いてしまうことによって、僕の乳首が丸見えになってしまいますので、丸見えになっちまったら僕のね、このアカウントもね、永久バンされてしまうということになりかねませんので、まあ今はね、緊急で、ミクちゃん、そしてラムちゃん、この2匹を私の乳首に当てがうことによって、今、永久バンを防ぐというね、必策でございます。おっちに向かち、大作戦。そんな話はさておき、僕、今回、漢検を受けてきました。漢検ね、漢字検定です。受けてきまして、で、僕何級を受けたかというと、2級と1級を受けてきました。はい。ね、皆さんも漢検受けてきましたかね。漢検を受けてこられた皆さん、大変お疲れ様でした。僕ですね、今回ね、2級と1級を受けた。要するにダブル受験をしたということなんですけれども、やっぱね、ダブル受験はね、僕にとってすごくハードだった。いや、まあ、結論から言うと、ダブル受験はぶっちゃけきつい。僕には合わないかなって思いました。で、まず2級ですね。2級を受けてきまして、で、僕ね、2級はもう満点合格を狙うつもりで受けたんですよ。で、ここ最近1、2週間ぐらいですかね。まあ、いろいろ2020年度ですかね。こちらの過去問を使って勉強しました。ね、一生懸命勉強して、まあ、1、2週間ぐらいかかりましたかね。で、全部の回解きました。で、それでね、いざ試験で臨もうってなりました。まあ、過去問解いてる時は満点取れなかったんですけど、今回の、まあ、本番の試験で2級を受けまして、で、やってみましたところ、まあ、いろいろありましてね、おそらく、まあ、満点はいけたんじゃないかなと思います。で、特にちょっと面白いなって思った問題を、まあ、2級と1級で、まあ、各5問ずつぐらいですね、まあ、公開していきたいなと思いますんで、見ててね。まあ、特に面白いなって思ったのは、2級は、熟語の構成の3番の、創始っていう熟語がありまして、僕これ初め、うって答えてしまったんですよ。でもこれよく見直してみたら、この創も始も、両方とも、始めるっていう意味だっていう風に気づいたんですよね。だから見直すときに、うじゃなくて、あっていう風に直しておいて、よかったなって思うよ。で、あとは、四字熟語の、徒手空拳っていうね、四字熟語が出題されました。で、徒手空拳の空拳の部分が出題されたんですけど、でまあ、空拳は空に拳って書いてね、空拳っていう風に書くんですけど、僕この拳の部分を、なんかあれって思って。なんかこう、拳ってね、漢数字の2に火の玉の火って書いて、まあ、上の作りをね、書くじゃないですか。僕なんか最初ね、漢数字の3の方だと思っちゃったんですよ。だから余計に1本付け加えちゃいそうだったので、そこも、なんかあれって思って、ちょっと怪しいなって思ったんですけど、3本線だと、なんか違和感感じるなと思って、で、僕は、ここは勇気を振り絞って、横2本の線で、まあ回答しまして、で、なんとかね、後で見返してみたら、合ってたって感じだったんで、まあ良かったかなと思うよ。あと2級はね、ちょっと迷ったのが、第6番の、同音同訓維持の問題ですね。ライバルと紳士協定を結ぶ。これね、僕ね、迷ったの。紳士協定って、なんじゃこりゃって最初思ったんですよね。で、もう一つが真摯な態度。まあ、真摯な態度っていうのはまあね、まあ、真摯にふたむきにいいのね、真面目な方の真摯。まあ、これは書けたんだけど、もう一つの
紳士協定がよく分かんなくて、僕一回ね、親子のって書いて、まあ、紳士って書いちゃったんですよ。ただ親子だと他の回答欄で親っていう字と子っていうね漢字をねすでに一回使っていたので、同じ漢字が二度も出てくるとはまあちょっと考えがたいかなと思って、まあこれはさすがに違うだろうなって思って、まあ他の漢字をねまあいろいろ思い浮かべていたんですよ。で他に思い浮かべたまあ漢字、道音道訓維持は、まあ、紳士作略っていう重工の紳士の部分、まあ紳士だとね全部表外読みなんで、まあ、これはさすがに当てはまらないよね。他の紳士って何があるだろうって考えた時に、あれか、紳士淑女の紳士かってなったんですよ。でもこの文脈に沿うのかな、どうなのかなってまあちょっと思ってね、まあ悩んではいたんですけど、他の紳士って当たる言葉がそれしか思い浮かべなかったのよ。だから僕は紳士淑女の紳士をこの紳士協定のところに当てはめて回答をしました。で試験が終わって見直してみたら、実際にこの紳士協定っていうことがあったんですよ。紳士協定って何て言うかっていうと、個人間で公式の調印などせず互いに相手を信用して結ぶ取り決めのことを紳士協定って言うんだって。だから最後の最後で、いやもう紳士淑女の紳士に直しておいてよかったなって思ったよ。なんかこれがさ、例えば紳士淑女が集うっていう感じの問われ方だったら、こう文脈に沿ってね、まあ今まで通り簡単に答えられたと思うんだけど、今回は紳士協定っていう形で出題されたので、なんだ紳士協定だってなっちゃって、って考え込んじゃって、なんかこう紳士淑女の紳士が思い浮かばなかったんですよ。でもね、まあなんか意を決したと言いますかね、悩みに悩んだ挙句ですが、紳士淑女の紳士を選んだことによって、僕の命は救われたと言っても過言ではありません。まあよかったね、これもね、後々見返してみて会っていてよかった、本当によかった。あと僕はね、まあちょっとすごいなって思ったのが、誤字訂正の一番、探査機の、さらですね、まあこれが違ったとは思いましたが、技術の域の域もこれも怪しいなと思ったんですけど、総合的に見ればさの方が違いがねって感じだね。まあさも直しておいてよかったなと思うよ。で2級ではね、あとはね、火蓋を切るが出題されたよ。まあ火蓋を切るの火蓋過去問でもねよく見たんで、2級ではねことわざ本当によく出題されますんでって感じだね。2級はもう満点狙うつもりで言ってたんで本当によかった。であとね、1級も受けたんですけど、1級はそうだね、僕が印象に残ったのは読み問題の8番の名劇ですね。僕これね、実際ね、お劇って答えちゃったの。で、なんでお劇って答えちゃったかっていうと、名劇の名の漢字あるじゃないですか。これね、おえつのおっていう漢字もね、ちょっと似た漢字がありまして、おえつのおっていう漢字に見えちゃって、で、おって読んじゃって、お劇って答えちゃったの。そうなんかね、漢検一級あるあるなんだけど、なんか難しい漢字を見すぎて、あ、この漢字来たなって思って、その漢字と錯覚してしまって、で、間違えて、お劇っていう風に答えてしまった。で、よく見たらね、これね、泣くの方の漢字でしたね。だから、本当の答えは名劇でしたけど、まあ、ちょっと残念なね、やらかさをしてしまいました。あとは、書き取り11番の、昭満。これもね、面白いなって思ったよ。僕はね、前々から、二十四節気の一覧表を、公開しましたが、このね、公開した資料を元にして、この二十四節気の昭満を答えることができました。昭満ね、書けた人どのくらいいますか？他ね、まあ、まとめ、資料を作っていたので、この昭満をなんとか答えることができたよ。二十四節気、よく出てくるね。あとは、書き取り15番、16番のしわしわもね、いい出題だったね。しわしわと枝がたわむのしわしわ。この15番のしばしばに関しては、たわむっていう、まあ、言葉がありましたので、この言葉から、こう、熟語、まあ、漢字を連想して、なんとか答えることができました。で、16番のしばしばは、まあ、しわくちゃのしわですよね。まあ、これは、顔のしわとかね、肌のしわとか、そこから連想して、このしわしわを答えることができたかな。あとに印象に残ったのは、大門読、熟字音訓読の3番の、完売ですね。これもなかなかね、珍しい出題だよね。完売、倍を含む。この完売の倍が答えられたっていうのがね、まあ個人的にファインプレイでした。この倍っていうのね、読み方はね、表現読みですけど、前って答えちゃうとアウトなんでね。まあちょっとここはね、まあ熟語丸々で覚えた方が対策はしやすいのかなと思ったよ。はい、まあそんな感じでね、一級はですね、まあ正直言ってボロボロだった。落ちちゃったのかなって思っちゃうよ。まあ、一級はね、ちょっと最近の漢検一級はね、ひねくれ者です。
で、難易度を全体的に上がったのかなって、思います。なんかね、最近の漢検一級は新しく出てくる問題が多いのかなって思うの。だから、最近の漢検一級は変だと思うよ。はい、さてさて、今回の僕の動画いかがだったでしょうか。今回は、僕がね、今回の漢検をね、2級と1級受けましたよっていうね、感想の動画、上げさせていただきました。まあ、今回僕の漢検はね、2級満点を狙うつもりでもう行っていったっていうのと、2級にもうフォーカスしまくった結果、ちょっと1級がね、の勉強がおろそかになってしまったっていうのがあったので、もう正直ね、まあいろいろありましたけど、僕にとってダブル受験は向いてないのかなって思ったのと、1級はぶっちゃけ落ちてると思う。まあ1級よりも2級の満点合格に重きを置いていたので、2級満点だったら僕はね、もう何でもいいやっていうね、心持ちで言っています。ですから、今回ね、何としてでも、2級満点が取れば、まあそれでいいなというふうに思っておりますので、僕のね、2級満点をね、どうか、この動画を見てくださっている皆さん、僕のね、漢検人生を見守っていただけたらと思います。僕もですね、これからまあちょっとね、いろんな日々があるかと思いますが、こんな感じでね、楽しくですね、漢字の動画、撮影できればいいなと思っておりますので、今回緊急でね、動画撮ったということもあって、今こんな感じで、ミクちゃんとラムちゃんを両手に掲げているっていうこともありますので、ね、僕の乳首に映ったらね、大変ですので、そんな感じで、動画撮っておりますが、これからもね、漢字系 YouTuber、オッチーとして楽しく活動させていただければと思っておりますので、どうか皆さん、僕の応援よろしくお願いいたします。では、また会おう。バイ。僕の名はオッチーです。漢字系の YouTuber、 みんなにチャンネル登録してくれたら嬉しいな。みんなチャンネル登録よろしくね。